ヨークはアメリカ合衆国メイン州ヨーク郡に属する町である。2010年の国勢調査では人口12,529人だった。メイン湾を介して大西洋に接し、夏のリゾート地として知られている。18ホールのゴルフコースが3カ所、砂浜が4カ所、さらにアガメンティカス3がある。町内にヨークビレッジ、ヨークハーバー、ヨークビーチ、ケープネリックの 各ビレッジがある。ヨークは、ポートランド・サウスポートランド・ビデフォード大都市圏に属している。オールド・ジェール、1901年ヨークとなった地域には1624年に最初の入植があり、当初は、アベナ貴族インディアンの言葉からヨーク側を意味する、アガメンティカスと呼ばれていた。1638年、開拓者がその出身地であるイングランドのブリストルから、ブリストルと改名した。 プリマス特許の下でメインの領主になったフェルディナンド・ゴージズ教が荒野から大きな都市に成長させることを思い描き、その領土の首都としてゴージアナと名付けた。1642年、国王チャールズ一世の直去により、ゴージアナはアメリカで最初の法人化都市になった。しかし、ゴージズが死んだ後、マサチューセッツワン会社がその領地の所有権を主張した。 1652年、ゴージアナの部分から、マサチューセッツのヨークが法人化され、メイン地区では2日前に法人化されていたキタリーに、続いて2番目に古い町となった。その名称は、イングランドのヨークから取られた。しかし、この地域の支配については、ニューイングランドとヌーベルフランスが、争い、フレンチ・インディアン戦争の時はフランスが、インディアンに、 イギリス人開拓地を攻撃するようそそのかした。ヨークで最初の改修派協会はシュベール・ダマー牧師によって1672年に組織された。ダマーはリチャード・ダマーの息子であり、かつマサチューセッツ湾直轄植民地の総督代行を務めたウィリアム・ダマーの叔父だった。ウィリアム王戦争の時、ヨークの町は1692年のキャンドルマス虐殺で破壊された。 アベナ貴族インディアンの襲撃があった時に、ダマーが自分の家の玄関で銃で撃たれた。他にも約50人が殺され、100人近くが捕虜にされて連れて行かれた。その中には、ダマアの妻のリンダと息子がおり、荒れ地の竜の中で雪や苦難を通して、彼女もすぐに死んだ。息子のことについては何も伝えられなかった。 ダマーの戦争の1723年にインディアンの最後の攻撃がケープネリック地域で起きた。1745年のルイブールの戦いでフランスが敗北したことにより敵対行為が止まり、1763年のパリ条約で全て終わった。マーク・トウェインなどアメリカの有名な作家数人が夏の間をヨークで過ごすことが知られていた。ヨークは植民地の首都であり、 ロイヤルジェールがある場所として繁栄した。多くの桟橋や倉庫が西インド諸島との貿易のように供した。農産物や材木が積み出され、砂糖、糖蜜などの食品が輸入された。著名な商人の一人がジョン・ハンコックであり、その資産が今は博物館になっている。しかし、アメリカ独立戦争の後、トーマス・ジェファーソン大統領の1807年、 通称禁止法が貿易を損なった。ヨークは首都の地位を奪われ、その後繁栄することはなかった。南北戦争の後に、ジョン・セジリー・ホームステッドのような古い家屋が植民地時代の魅力を伝え、海のそよ風もあって観光客を引きつけるようになった。メイン州のバーハーバーやロードアイランド州のニューポートと同様に、ヨークは流行の夏のリゾート地となり、特にコケラブキスタイルなど、 金ピカ時代の建築物の顕著な例を多く保持している。ヨークビレッジの中心にある歴史的建築群は、オールドヨーク歴史協会によって、博物館として維持されている。ケープネディック東大、1920年夏の間、観光客がヨークビーチ自体の地区にあるショートサンズビーチや、ヨークビーチとヨークハーバーの間にある1マイル以上の最長の砂浜、ロングサンズビーチに群がる。 多くの5つ星のホテルや、その他宿泊施設が、ヨークビーチ地域で運営されるが、夏以外は閉鎖されている。ザ・ヨークスの多くの地点からナブルロックにあるケープ、ネディック灯台の絵のような光景を望むことができ、メイン海岸の画家の作品に描かれ、見上げ物にもなっている。晴れた日には、ヨーク沖6.2マイルのブーン島にある高さ133フィートの、ブーン島灯台も見られる。 ヨークビーチ地域ではゴールデンロットのような古いスタイルのレストランが歴史的な性格を維持している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は131.78平方マイルであり、このうち陸地54.67平方マイル、水域は77.11平方マイルで、水域率は29.21%である。ヨーク川が町内を流れている。 町内の最高地点は標高692フィートのアガメンティカス山である。その頂上まで自動車道が通じており、ハイキング道、自転車道、乗馬道もある。ヨークの住宅価格はメイン州の中でポートランド市郊外のケープエリザベスに次いで高い。ヨーク軍の不動産価格は州内で最も高い。ヨークは調整委員会、マネジャー方式の政府を持っている。 パサコナウェイン、1910年頃ヨーク教育部は、町予算の69%を確保し、最も多くの比率を占めている。4つの学校に2000人の児童生徒が通っている。ビレッジ小学校が幼稚園から2年生を教え、コースタルリッジ小学校が2年生から4年生を教える。ヨーク中学校は5年生から8年生、ヨーク高校が9年生から12年生を教える。 成人教育もヨーク10人を対象に行われている。ザ・スクエア、ヨークビーチのショートサンズビーチ、1915年以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。